斉藤も吉、斉藤も吉、斉藤も吉、1882年、明治15年5月14日から1953年、昭和28年2月25日は、日本の歌人、精神会、伊藤幸世門下であり、大正から昭和前期にかけての荒ららぎの中心人。精神会としては、青山農病院の院長を務めた。長女は百合子、次女は秋子。 長男は精神科医で随筆家のモタさんこと斎藤茂太、次男は精神科医、随筆家、小説家のドクトルマンボウこと北東夫で、随筆家の斎藤ゆかは、この北森尾の娘にあたる。1882年、明治15年、森谷伝右衛門熊次郎の三男として、山形県南、村山郡かなかメ村、現在の上山市近平に生まれた。森谷家には、 茂吉が小学校卒業後に進学するだけの経済面の余裕がなく、茂吉は画家になるか、寺に弟子入りしようかと考えたが、東京、浅草で委員を開業するも後継ぎのなかった同郷の精神科、斎藤の和の家に養子候補として厄介になることとなった。上京したのは15歳の時で、途中の仙台の旅館で沸かし、モナカを生まれて初めて食べ、 こんなうまいものがあるのかと思い、夜に到着した東京、上野駅では、こんなに明るい夜があるものだろうかと驚いたという。1905年斎藤家に、婿養子として入籍。当時、妻となるテルコは9歳であった。医師となった後、31歳の時に乗りかずの次女、テルコと結婚して、斎藤家の婿養子となった。しかしながら、東京のお嬢さん育ちであったテルコは、 派手好きで活発な女性で、リチなモキチとは、価値観や性格が合わず、テルコの男性問題もあって、別居していたこともある。森屋家は隣接する自習、後浄土州宝泉寺の段下であり、モキチも40歳住職、沢良龍王の訓導を受けた。第一歌集、釈光の題名は、阿弥陀行にちなんでいる。また、自習大本山。 後、浄土州本山蓮華寺四十九世菅寺となった晩年の竜王を訪ねている。養子に入った斎藤家は、皮肉にも蓮華寺の一向派を抑圧する側であった、湯行派の断輪日林寺の段下であった。木吉の文骨簿が、宝泉寺境内に残されている。生前自ら作っていた戒名は、一向派の方式になっている。中学時代、佐々木信綱の、 歌の詩織りを読んで短歌の世界に入り、友人たちの勧めで創作を開始する。高校時代に、正岡四季の歌集を読んでいたく、感動、歌人を志し、幸よに弟子入りした。精神科医としても活躍し、ドイツ、オーストリア留学や青山農病院院長の職に、励む傍ら旺盛な創作活動を行った。また、文才に優れ、 柿の本の人まろ、源と友らの研究所や、ドナウゲ流行、年授州、道場参謀やわなどの優れた随筆も残しており、その才能は、うの孔子、芥川龍之介に高く評価された。芥川が一番小説を書かせたいのは誰かと聞かれた際に、即座にも吉の名を出したという。太平洋戦争中の創作活動は、積極的に戦争協力していた。 生涯に全十七冊の歌集を発表し、全一万七千九百七種の歌を詠んだ。ただし、あくまでも精神科医を本来の制行とする姿勢は崩さず、歌は行余のすさびと称していた。しかし、息子の北森尾は心の九割は歌に文学に打ち込んでいたと思う。都市、も吉の性格上、臨床医は合わず。 く絶療法を主とする診察は苦手であったと評している。1914年、大正3年4月、養父、斉藤則和の長女で13歳年下で、当時19歳だった斉藤て子と結婚、斉藤家の婿養子となった。結婚2年後の1916年、大正5年には、長男重田が誕生している。養父、則和は、 モキチの才能を早くから見抜いており、マナ娘テルコに、婚約者もキチは、変わっているが、きっと偉くなる。お前は看護婦のつもりで使えなさい。と、さとしていたという。しかしながら、性格や育ち、価値観の違いから、夫婦の関係はかんばしくなかった。テルコは、モキチの大衆を嫌い、おにおいとた打ちしてこれ見よがしに部屋を出たり、娘のもも子の育児を放棄して、 映画を見に行くなどし、これら、テールコの自分勝手な行為にはもちも、憤慨、しばしば衝突し家庭内暴力に及ぶことも、たびたびであった。欧州留学中の1924年、大正13年7月には現地に、テールコを迎え、共に、ヨーロッパ各地を旅行、葉を持ちて割るはしばみの白黄身を重してくる妻に詳しむ、対応中は、各地で、 美術作品を実験し詳細な描写を手帳に記している。帰国後の1925年、大正14年2月には、長女桃子、1929年、昭和4年10月には、次女ま子が誕生した。次男総吉は、年譜の通り、1933年、昭和8年、 ダンス教師が家族や上流階級の婦人らとの不倫や集団遊興を繰り広げていたとするスキャンダル、ダンスホール事件が発生した。この事件では逮捕されたダンス教師を取り巻いていた女性の一人としてテルコがいたことが大新聞をはじめとするメディアに報じられ、実際にテルコも警察の取り調べを受けるなどに至った。この事件の結果、夫婦は 以後約十年ほどにわたって別居することになった。テール子は母の成果がある秩父や、母吉の実定、高橋史郎兵衛が経営する山形、上山の旅館、山城館に預けられ、最終的には母や弟の西洋らと共に松原の青山農病院本院で生活。一方の母吉は青山の分院での生活を続けた。この事件について母吉は、 精神的不詳と記している。その後、大東は戦争中に、テルコがモキチの故郷、山形に疎開することになったのを機に1945年、昭和20年から同居を再開。戦後、テルコは晩年のモキチを献身的に看護していた。テルコ自身は、80歳を超えても、世界中を旅行し、エベレスト登山にまで挑むような活発な女性であった。以下は、 歌の制作都市順に配列したもの、上司年とは順序が違うことに注意。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。